てみろ。これは何だ。ああ、レインボーの主義ゼミだ。よし、もういいだろう。カフェイン、先につけ。カフェイン。敵の状況は？ QCR の兵器周辺に傭兵が15。14に減った。敵を排除して兵器を回収する。レッドハンマーが先頭を、ゴーストアイは援護。合図は俺だ。バカな、待て。ナイトヘイブンは兵器の件で相当しくじったわね。だから俺たちで回収するんだ。片付けましょう。アッシュ。目を覆いたくなるだろう。ナイトヘイブンの大量兵器、脅威だよな。同時に魅力的な餌だ。彼らがそれに飛びついたことが残念でならない。まあ、かつてレインボーは恐怖の象徴だった。最強の特殊部隊ってやつだ。それを君が滑稽なお遊戯集団にしたんだ。私の部隊を侮辱したな、ハリー。もう君の部隊じゃない。そして侮辱しているのは君だ、デイモス。次から部隊が落ちていくぞ。一つ一つな。最後は全滅だ。礼を言うべきか。君のおかげで実に楽になった。私はレインボーの指揮官じゃない、サポート役だと自負している。さて、もういいかな。君の悪いことに当てるほどつまらない。よろしく伝えておこう。
デイモスと私では何をもって研究の倫理的進展とみなすのか、その見解が異なった。聞いてる。水溶性恐怖誘発毒素は被験体に過度の攻撃性をもたらした。だが強力すぎる。調整しないと。いや、フェンリル完璧だ。まさに欲しかったものだ。おい、何をする。理解の分野には被験体が必要だろう。人体実験はまだ早い。殺し合いになるぞ。ガスの製法は奴の手に。いや、奴は持っていない。だがデイモスは必ずレインボーを狙ってくる。
さあやるぞ。Staff office.